ハレルヤアメン、ハレルヤ、こんばんは、こんばんは、ハレルヤ、お元気でしょうか。いい加減ゆるくとってください。いい加減予約取ってくる。本当は予約取りたいんですけどね、あのチケットがないんですね、チケットがね。はい、やっぱり予約取った方が便利かな。予約の方があの便利でしょうか。はい、アトラさん、こんばんは。こんばんは。当たり前だ。予約取った方がいい。本当。ちょっと考えておきますよね。こんばんは、リトルさん。こんばんは。アメン。予約がタダになるレベルがあるんですよね。いくつぐらいでしょうかね。皆さん知ってますか。予約がタダになるレベルはいくつぐらいでタダになるんでしょうか。私知らないんですけどね。はい。97? じゃあ、ちょっと無理だな。ちょっと97は当分いくさもないですね。なんか私89にちょっとなって落ちましたからね。いや、もうレベルダウンしたんですよ。一時的にですね、89いったんですけどね。88に落ちました。チャンネル欲しいですね。チャンネルって何でしょうかね。アクタロさん、ハラリア、アメン。そうですね、今日はですね、死人が生き返った人の証言ということで、あのガジマさんの集会がね、来月の、東京では9、10、11あります。9、10、11ね。で、横浜で12になりました。ちょっとそのね、ホームページ一応貼っときますからね。どれかな、これかな。東京福音リバウル聖会という、まあ、私も委員やってるんですが、その委員会のホームページがこれなんですが、これで、一応、ガジマさんの集会についての、情報が出ていますので、皆さん、東京近辺、大阪じゃないや、横浜近辺の人はこのホームページで見ることできます。あと北海道とか関西とか九州はですね、来週牧師会がありますので、その時多分予定が分かるんじゃないかと思うんですが、来週の金曜日にお知らせできるんじゃないかと思うんですが、分かりません。そして今貼ったこのガジマさんのですね、チラシがあると思うんですが、そのホームページに死んで生き返った人の証言があるんですね。要するにガジマさんが生き返らした人の証言がありまして、で今日事務局に電話して許可を得ましたので、そのガジマさんが生き返らした人の証言を、まあ、動画ですけど、それをですね、お見せすることができます。ちゃんと許可を得ましたから大丈夫ですね。第3、ハラリア、こんばんは。死んだ人が蘇る、ね、死んだ人が蘇る、なかなか信じきれないと思うんですね。でもカリスマ派では当たり前なんですね。カリスマ派では当たり前。日本でも何人か生き返りました、ね。私の教会でも一人蘇りましたけど、まあ、日本じゃまだまだパラパラという、パラパラ。だけど、アフリカなんていうのはもう当たり前なんですね。死んだ人が生き返ったことは当たり前みたいな。ガジマさんは400人って聞いてますが、まあ、そのうちの何人か今日その証言を聞くことができます。ちょっとですね、皆さんで死んだ人が蘇るということを信じてる人が少ないと思うんですが、一応聞いてみましょう。聖書では死んだ人が蘇るということを書いてあります。死んだ人が蘇ることが可能だと思う人が1、いや絶対そんなことはない、死んだ人が蘇るなんてことはありえないと思う人が2ですね。死んだ人が一度死んだらもう蘇らない、まあ蘇生は別ですね。蘇生は別ですが、完全に死んでから
完全に死んでから蘇るなんてことはないと思う人が2ですね。いや、神様ならできる、神様なら死人を蘇らすことができると思う人が1ですね。では行きます。1、2の3は、だいたいクリスチャンはみんなだいたい 27% だいたいクリスチャンは信じれますね。聖書に書いてあるんですからね。聖書に書いてありますから。あ、結構長いのでそろそろ始めましょう。じゃあ実際に始めますので、一緒に見ましょうね。どうやってやるかというと、ちょっとコツがいりまして、ちょっと待ってくださいね。こうするんだ。ちょっと待ってください。こうかな。こういう。はい、行きます。音がどうか。はい、行きます。What's your name? ジナラコナニ。ネーマ。ネーマ。ネーマ、ウリコワワピ。え？スクーラ。ワピ。You know, I died and I was taken. So how old were you when you died? It's last. Lini ulipo chukuliwa. Lini ulipo rudi. Rudi lini. I think this is 3 weeks ago. 3 weeks ago, child. 3 weeks ago. This is 3 weeks ago-ish. I think 1 week before you came. Mm-hmm. She died? Yeah. And when did you rose? Lini, 1 week. 1 week before you came. She rose 1 week before you came. Oh, and how long was she dead? 3 days. 3 days. Mm-hmm. What were you doing there? What do you feel now? Unajisikiaje sasa hivi? Unajisikiaje sasa hivi? Why, when she rose from the dead, she was crying terribly. She cried like, she really cried. とても泣いていた。生き返った時泣いていた。なぜそんな生き返った時泣いていたの？痛くて泣いてた。痛くて泣いてた。生き返った時に痛くて泣いてた。何が痛かったの？拷問にあったのが痛くて。拷問にあったのが痛かった。今はどう？今はいい気分。I feel so nice. お父様ありがとう。イエス様の名前で祈ったね。神様の祝福があるようにね。今何歳？9歳。イエス様愛してる？うん。どうもありがとう。この女の子は最近生き返った。最近生き返った。最近死んで生き返った。とてもいい子でね。生き返った時はとても泣いてて、暗闇にいたと言って。クリスチャンではなかった。両親はクリスチャン？お父さんは死んだ。いつ？私がずっと小さい赤ちゃんの時に。今は嬉しい？うん。笑ってごらん。うん。What's your name? お名前は？アイリン・ムサ。ムサ。My name is Eileen Moses. モーゼス、モーセという名前ですね。ムサ。アイリン・モーゼス。ウリ・ルディリン。いつ生き返ったの？ Do you remember the month when you came? Yes. 25th. Which month? 7月、今年の7月25日に。生き返りました。This year, July 25th, she rose up from the dead. Yeah, it's a recent story. She's not really
She's curious. She's always 彼女はおどおどしてますね、she's like breathing. See the, see her 緊張してるというか、she's like, she's horrible. She was horrible.どうやって戻ってきましたか？戻ってこいという声を聞きました。どこにいたんですか？暗闇の中にいました。そこで何をしましたか？本当にきつい仕事、そして苦しみです。例えばどんな？私たちは夜に働くもので、人の骨、死んだ人の骨などを運んでいました。A burden of bones of dead people. Were you not afraid carrying bones? 人の骨を運ぶなんて怖くなかったんですか？なぜか怖くて、怖くなくて大丈夫だと感じていました。I felt it's okay. なさあ、イエス様に何と言いたいですか？私は残りの人生、イエス様に仕えると決心しています。あなたはどうしてそんなに恐れているんですか？どうして？時々奴らが私を呼び戻そうとしているのを感じて、They are calling me back. 戻ってこいという声が耳に聞こえるんです。 Sometimes I hear noise in my ears. They are calling me back. Come back, come back. What do you tell them when you hear them calling you back? そんな時は何と言いますか？ そんな時はイエス様の皆で出て行け。 Nice to meet you. What's your name? お名前は？ マリアです。いつ死からよみがえりましたか？日にちは覚えてませんけど、日曜礼拝でした。彼女は教会で生き返りました。彼女が死んだ時、彼女の両親は彼女の遺体を教会に運んできたんですよ、日曜日に。どこに行きましたか？暗い穴の中です。どうやって生き返りましたか？戻ってこいという声を聞きました。そしてガジマ牧師を見ました。ガジマ牧師が他の二人の人と来ました。太陽のように白く光る人たちでした。イエス様に何と言いたいですか？ところで、ある有名な政治家が死んだんですが、彼女が生き返ってきたときに、その政治家がそこにいた、穴の中に残してきたと言っていましたね。その穴の中で、他にも誰かに気づきましたか？家一人だけでした。その穴の中で何をしましたか？たくさんの人たちがいました。この教会の人数8000人とは比べ物になりません。
if you compare with the people I saw down there, more people. 何をしていましたか？walikuwa wanafanya nini hao watu? いろいろな拷問です。torments, different torments. Everybody with his own torments.その罪に応じて拷問を受けていました。例えばどんな、例えば空中で頭を下にして逆さづりにして、いろいろな吊り下げ方があって、殴られて鞭打たれたり、いろいろな拷問です。他の人と話したりできるんですか？いいえ。あなたはどんな拷問を受けましたか？彼らは私に、お前の仕事はただ殺すことだと言いました。それで何をしたんですか？で、飲んだの？彼は私に強制的に人の血を飲ませました。甘かった？はい。So she killed people on this earth? Can you ask her? Mua mtu mmoja hapa. Wewe ulikuwa unaua. 地上で人を殺したんですか？私がさせられたのは人の肉を食べることでした。わお。Human flesh, human meat, human beef. Drink blood. どういう気持ちでしたか？いい気持ちだったのか、嫌だったのか。私がそこにいたときは心地よく感じました。でも今考えると、どうしてそんなことができたのか分かりません。ありがとう。彼女は本当に死んでいたんですよね。死んでいました。何日間？2日間。彼女はとって地獄はそんなに悪いものじゃなかった。どういうこと？いや、サタンが人を捕らえると、どこかに捕らえておくね。そしてその人を快適に感じさせて、自分がまた自分の場所だと思わせたんだ。まだ誰も地獄に行っていない。それはイエス様が戻ってくるまで待っている場所で、イエス様が来たら地獄に行く。サタンは人々を収穫してハデスに捕らえている。聖書でも海もハデスもその中に死者を出したとあるように、それはイエス様が戻ってくる裁きの時に起きる。でも今もまだ誰も地獄にはいない。イエス様は言われた、死者を死人をよみがえらせ、病人を。悪魔は死人がよみがえらせることを知っている、よく知っているんだ。悪魔はかつて天使だったからね、確実に知っている。エリアが死人をよみがえらせ、エリシャが死人をよみがえらせ、エリシャの骨が死人をよみがえらせ、イエスはラザロをよみがえらせ、ナインの息子をよみがえらせ、イエスはまたヤイロの娘をよみがえらせ、ペトロはドルカスをよみがえらせ、パウロはユテコをよみがえらせ。イエスが十字架で死なれた時、墓が開いた。だから聖書は言っている。John 5 verse 25. So therefore the devil knows that these people are going to raise from the dead. And I believe, as for me, I believe the devil is not going to take the majority. Jesus will take the majority. So he knows. He make them like hell heads, but okay, be comfortable. You're here. It's home, kind of. But they still torment people. Yeah, because the devil is a murderer. The Bible says a thief comes except to steal, destroy and kill. So like killing.We don't know exactly whether when they say they were killing, they were really killing, or it is another psychological torment. We don't know.
We don't know. But what we know is the devil and his agents. I was in a dark place. What were you doing in a dark place? What were you doing? In chains. I had chains. I was on chains, darkness, on chains, foot and hands. Different types of torment. But after torment, I go back to my chain. I was forced to eat like different strange things. Very strange things. Like what? Kama nini chakula. What food? Yani ni pumba lakini kitu changanywa na ugali. Dirty things, just like dirty. Like dirty things. Dirty. Yeah. Baadaye hapo nikasikia sauti ya Jonjo. Nikajikuta nimeivukia kanisani. And I heard a voice, come. She was also raised from the church. Yeah. You know that's why our church members are so strong. You know why? They saw things happening before their eyes. You can't move them. There's nobody who can shift from our church, who can leave the church and go to another church. No one. Because they saw things like him, he was brought. They saw things eye to eye. Somebody with wool in there. They used to run away. In the beginning they used to run away. What did they have in there? Normally, like wool. Wool in them? Yeah. Ah, from the medicine, from the doctors. Yeah, wool in the mouth. Did you have it too? The mouth, yeah, he had it. So now you are alive. What do you say to Jesus? Me, I love Jesus for sure. And I desire to save him. I have now joined the leadership course and I'm crazy to save the Lord. I am now shepherd on training. Nimekuja kanisani lakini nilikuwa sijielewi. Najionaona yani. I was brought they told me that I was brought in the church. They told me I was brought in the church. Basi baada wakati unafanya maombi. They told me that when you were praying. Nimeanguka. Baada kuanguka mara nikaa najisikia sana kama what I know, I just kicked from the box. Nikaa najiona nipo kule. She was in a casket. Just I found myself in a box, kicking, trying to come out. Nikaa nasikia naitwa Njofe. My name was Faith. So I just heard, Faith come. Basi baada hapo nikajikuta niko kanisani ninaona watu wengi. After that many people, I found myself in the church. I saw many people. I panicked. Nikaa napata hofu. Mbona full of fear. Who are these people? Why am I here? What are they doing? Hapo mbele yangu namuona mtu mwingine kama mimi anaondoka. And I saw another like demons running away from me. Kama mabasi kama yangu. Anafanana na mimi. Anaondoka. Running away. Nikamwambia baba, yule kule namuona anaondoka kwa kama mimi. Baba. I told my father. Look, that one is running away. Baba akasema malaika mshikeni. Pastor Gwajima said, I command the angels to arrest the one who is running away. Then I came to my senses, I came to my mind. Actually, when she rose from the dead, I had a vision in the night. Just like today's baby, I saw that vision that I was raising somebody from the dead. And suddenly when we were at the church, they brought in a casket. I was busy preaching, they brought the casket in front of me. I was somehow kind of worried, but I was courageous because I saw in the night
So I said, I asked, what's her name? The woman said, come. So she came up. And I saw a demon, very big demon, fat demon running away. I command the angels to arrest it. You did it? Yeah, I command the angels, arrest it. It was arrested. Yeah, throw it away. And she came to life. So before you didn't believe in Jesus? Kabla ya pale ulikuwa umeokoka? Muslim. And now you believe. Yeah, I believe. Yes. Your family believes in Jesus? Yes. Your parents? No, they are Muslim. Muslim. You're the only Christian now in the family? Yes. Did they accept you? No, they don't want me. But my father, he supports me. Mm. He say, you can believe for what you want. Anything what you can believe. If that God is take you from the darkness, yes, so believe him. Mm. Thank you, Dad. Yeah. I have a message. Ninawaambia kwamba. I tell them. Yes, wanaokoa. Jesus says. Kwenye mambo magumu, yeye anaweza. In impossibilities, he brings possibilities. Kwa sababu sikutegemea kwamba mimi ningeweza kurudishwa. I didn't expect I would raise from the dead. I would come up from where I was. Maana kule nilikokuwa kulikuwa na where I was. I was like squeezed. Yes, kutegemea kama ningeweza kutoka kule nilikokuwa mpaka kufikia. I didn't expect I would leave that place. Kwa hiyo ninawaomba wote ambao bado hawajaokoka waokoke. All who are not saved, there is eternal perishment and eternal life. Be saved. Ninaongea Bwana Yesu amerudi. Jesus is on the earth today doing the job of raising the dead. Bringing back the captured. It's an hour to bring back the captured. Amen. はい、これでですね、一応終わったんですが、第2弾があるんですけども、第2弾は明日にしましょうか、今日がいいですか、明日がいいですか、また長いので、じゃあ第2弾明日にしましょうね。一応ですね、ハレルヤ明日第2弾行きましょうね。まだあるんですよね。ちょっと、これね。明日第2弾行きましょうね。すごかったですね、皆さんね。これだけ証人がいると信じざるを得ないんじゃないですかね。私、本で見ましたね。この放送の下に、市場があって、その本がありますので、本でも確かめることができますね。それで今の動画はちゃんと許可得てますので、この事務局、ね、このホームページの事務局に今日、電話して許可得てますから、私も実行委員ですし、私も本を買って読みました。そうですか。著作権の許可を得てますので、違法ではない、ありません。きちっと許可を得て放映していますね。はい。それではですね、その本当に、ガジマ氏、個人的に話すと楽しい人です。イエス様の奇跡で幸運しました。アメン。なんかね、本当にこう、地獄というのが本当にあるという感じがしますよね。まあ、ガジマ氏はまだあれは地獄じゃないと言ってましたけど、なんかもう出れなくなっちゃうみたいなね、なんかふわっとしてますね。死後何日までという制限があるのかな、どうでしょうか。1週間か10日くらいでも蘇った人がいるとか言ってたのかな。それからなんか拷問に遭うって言ってましたね。なんか死んだ人がなんか死んだ人の骨を運んだり、
なんか拷問に遭うとか、逆さに吊り、こう逆さにこう吊るされるとかいうのがありましたね。で、私考えたのはね、日本のクリスチャンが、隠れキリシタンが拷問あったんですね。それでその拷問にあったのが、この逆さ吊りっていう拷問があるんですよ。で、いろんな拷問があるんですね。で、結局クリスチャンがこの世で拷問されてることは、ノンクリスチャンが地獄で拷問に遭ってる姿だなってに感じたんです。もう一回言いますよ、クリスチャンがこの世で拷問されてる姿は、ノンクリスチャンがね、死んだ後拷問にされてる姿だという。つまり、どういうことなんでしょうね。つまりクリスチャンはこの世で拷問に遭うけれども、あの世で遭わないという感じでしょうかね。そして、この世のですね、残虐な犯罪、最近すごく残酷な犯罪あるじゃないですか。体をこうバラバラにしちゃうとかね、すごい拷問の犯罪多いじゃないですか。ああいうのも結局は、ね、死んだ後人間が受ける拷問の、まあ、予告編みたいな、そういう感じがしますね。多くの人が苦しめられる、拷問されるというのは、死んだ後の拷問の予告編、そういう感じがしましたね。どうやって蘇るかプロセスを話してUSS さん詳しいんですよね。魂を戻れって言うんですよね。魂を戻れ、イエスキリストのみんなによって魂を戻れ、イエス様が教えてくださった。だからね、本当に皆さんね、自国もリアルだし、現実だし、まあ、こういうことは現実なんだということですね。で、まあ、とにかくこれはリアルだということですね。拷問嫌だなでもイエス様のためなら耐えられるか拷問嫌ですよね、拷問ね。まあ、クリスチャンだから拷問に遭うっていうことじゃないですよ。クリスチャンだから拷問に遭うってことはないけども、まあ、クリスチャンは、まあ、多かれ少なかれこう苦しみに遭うという感じはありますね。私も悪コメで苦しめられてますね悪コメで苦しめられたり、この邪魔されて迫害で苦しんでおりますが、でもイエス様はね、私の名によって苦しむときは喜びなさいって書いてありますね。イエス様の名前によって苦しめられたら喜びなさいと書いてありますね。ああ、タイムシフト残せるように。ああ、そうか、タイムシフト見てる人は。でもね、YouTube でも見れますからね。苦しめられるほど幸せがたくさんある。苦しめられるほど幸せがたくさんある。天に宝が蓄えられると言ったらいいでしょうかね。はい、それではですね、今日のとこと関係がある記事、イエス様がですね、ラザロを蘇らしたとこ読みましょうかね。まあ、ちょっと長いですから、ちょっと読みましょう。これはヨハネ11かな、ヨハネ11、30のとこかな。わかるかな、ちょっともうちょっと近くのがいいかな。30ですね。さて、イエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がっていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来て、お目にかかると、その足元に触れ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。
イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことができなかったのかという者もいた。そこでイエスはまた心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石が立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私が言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っております、おりました。しかし私は、周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来て、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。ね、ラザロがよみがえったところですね。さっきガジマ牧師がですね、エリア、それからエリシャ、ね、それからイエス様、それから、パウロ、ペテロ、ね、たくさんのよみがえりの記事が聖書にあります、ね。夕方から霊的体調不良でしたが、放送を見てたら元気になってきました。アメン。アメン。はい。皆さん、キリスト教っていうのはね、復活なんですね。イエス様もですね、十字架にかかって死にましたけど、3日目によみがえりました。イエス様ご自身がですね、死んでよみがえったんですね。つまり死人がよみがえるっていうのはまさにキリスト教なんだよということですね。死人がよみがえるのはキリスト教。つまり、人間の力じゃ蘇らないし、医学の力じゃ蘇りません。つまり命っていうのは神様なんだよ。神様が命をくれて、神様が命をね、こう取ったり与えたりするんだよということですね。信仰で生きると体調も良くなります。つまり、その十字架と復活というのは、まさに神様がご自身を表している。ご自身は命だということを表しているということですね。そしてこの伝道もそうです。伝道は肉体のよみがえりじゃないですけども、霊のよみがえりですね。この伝道部屋でイエス・キリストを信じた人はよみがえっているんですね。たくさんの方がよみがえりました。イエス・キリストを信じた人たち、ちょっと手を挙げてください。イエス・キリストを信じた人たち、手を挙げてください。手を挙げてください。はい、手を挙げてる人がいますよね。はい、アメン、アメン。はい、今手を挙げた人たちもよみがえったのです。今手を挙げた人たちも、霊的によみがえったんですね。肉体のよみがえりじゃないんですけど、霊のよみがえりですね。イエス・キリストを信じて命を受けたのです。命を受けたのです。ですから、命を受けた人たちは生き返ったということですね。蘇った。キリスト教っていうのはまさに蘇りなんだよ。キリスト教っていうのは復活なんだよ。私たちも肉体が死んでも復活する。生き返る。私たちはある意味では死なない。私たちは、肉体が死んでも私たちは死なない。
これがキリスト教なんですね。それを教えるために、その死人の復活もあるんではないでしょうか。以前は欲望の奴隷でした。英語もちゃんと用意してありましてね、今日の英語はですね、マタイの、続きですね、マタイの10、あ、昨日17って言っちゃったけど、18でしたね、18-14、マタイ18-14、これ、ここですね、In the same way, your father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. In the same way, your father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. 同じように、あなた方の天のお父様も、これらの小さなものが失われるのは御心ではありません。同じように、あなた方の天のお父様も、このような小さなものの一人が、失われるのは御心ではありません。どういうことかというと、その神様の御心は小さなものが失われてほしくないというのが御心。つまり一人でも救われてほしいということですね。皆さん、神様の御心は、一人でも生き返り、一人でも、失われてほしくない。教会に通ってたら自然と英語力が上がってきました。アメン。神様の御心は、一人でも失われたくない。一人でも救われてほしい。これが神様の御心です。これが神様の御心です。私たちは人が救われることを望むべきです。私たちは、ね、人が救われる。一人でも救われる。小さなものが救われる。その一人でも救われることを望むべき。これが神様の御心です。アメン。後から来た方もいるので、今日やった、動画はここにありますので、後から来た方はこれでも見てくださいね。礼拝後の語らいでレイモンドさんたちと英語で話したいです。アメン。それでは明石タイム行きましょうね。明石タイム。明日も、まあ、第2弾やる予定ですが、私も英語の読解が上がってきました。神が創造した人間だから、神は見捨てたりしません。アメン。それではですね、今日の、まあ、前半って言ったらいいかな。前半の死んで生き返った人の証言を聞いた証。生き返った人の証言を聞いた証、スタート。興奮して体が震えました。アメン。信仰心が上がりました。チャーリーさんと電話で簡単な会話をしています。ガジマ集会に行ってみたいです。サマーさん、来てください。以前は親を憎んでた。今、イエス様の心で親を愛しています。イエス様の偉大ななるお力を証明されたと思います。体験を聞いて信じる力が増しました。アメン。奇跡が起きるのだと思いました。イエス様と心をコネクトして本当の意味で生きたい。イエス様しか信じません。サッカー放送を見るのをやめて、キューちゃん放送を見ています。
死にたくないけど、これが信じざるを得ない現実です。アメン。イエス様を信じます。テレビは嘘ばかりと分かりました。救世の言葉を通して偉大な存在を感じます。信じます。イエス様がたくさんの人を生き返らせてくださって感謝します。イエス様の力を信じました。イエス様を信じてから、精神的に楽になりました。毎日小さなことでもものすごく嬉しく感じます。毎日小さなことでもものすごく嬉しく感じます。以前は人間のことを信じた。今イエス様の御心を信じます。アメン。ガジマさんと LINE でチャットしています。ガジマさんの本はとても元気が出る本でした。夢でイエス様が私を勇気づけてくれました。素晴らしい。教会の牧師先生が11日から会議でエルサレムに行きます。ああ、いいですね、いいですね。もうすぐあれ、ロシア覇者なね、お正月なんですね、もうすぐね。毎晩安眠できるのはイエス様の愛の恵みです。最初から見ればよかったなと思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日もまたキリちゃん放送嬉しいな。はい、最近教会の夢を見ます。サタンは実に巧妙だと知りました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、明日のお昼に伝道放送します。こんなに心が洗われる放送だったんでありがとうございます。はい、小太郎さんが明日お昼に伝道放送します。エゼキエル書に骨がよみがえる箇所を思い出しました。エゼキエル37章かな、37章。はい、ありがとうございました。ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージ、皆さん、私たちはこの目に見える現実の中に生きてますが、私たちは知らない現実があるんだということですね。知らない現実、つまり死んだ後も知らないし、霊的な世界を知らないし、私たちは知らない世界があるんだ、知ってる世界の中だけではわからない世界があるんだということですね。それで、私たちは、死んだ後どうなるかというものを、いろいろ考えます、ね。科学では無になっちゃうと言っています、ね、科学ではね。だけど科学っていうのは霊的なことが測定できませんので、まあ、測定可能な物理的なものしか測定できませんから、霊の世界といってもその霊の世界を科学的に、まあ、測定したり観察できないわけですから、科学的に、ね、証明できないから死の世界がないというのは、それは科学的じゃないんですね。科学というのは、ね、万能じゃないんですね。科学というのはその過去の経験の中で測定できるものと測定できないものがあるわけですね。そういうわけで、霊的なことは今のところ科学では測定できていません。死んだらどうなるかということは科学的にわからないということですね。まあ、そういうわけで、イエス様が、教えてくれました。人間は
死んだ後、天国か地獄に行くよ。天国か地獄に行くよということですね。で、多くの人は、それを知らないわけですね。地獄に行くということを知らない。それで、イエス様は、ご自身が死んで、十字架で死んで、そして3日目によみがえることによって、死ぬこととよみがえることを教えているわけですね。人間が死ぬことと、そして人間が生き返ることを、教えています。まさに十字架っていうのは、人間の死と復活を教えているということですね。キューちゃん、いつもアドバイスと分かち合いありがとうございます。どういたしまして。そういうわけで、普通の人はですね、希望がない理由は、死んだ後無になっちゃうから希望がないんです。死んだ後無になっちゃうから希望がない。だから、喜びのない人生しかないわけですが、クリスチャンの人は、永遠の命を信じ、復活を信じ、天国を信じ、パラダイスを信じてますので、永遠の命を信じてますから、永遠の命を信じますから、だからそれが私たちの希望になってるんです。ね。私たちの希望になってるんです。天国が私たちの希望なのです。天国が私たちの希望です。つまりクリスチャンは、生き生きと希望を持って生きることができるということです。そして、ノンクリスチャンの人は希望がないのです。希望がない。なぜ希望がないかというと、死んで無になっちゃうからですね。あれ、止まっちゃった？あ、動いた。霊で感じたことが真実だと学びました。霊で感じたことが真実だと学びました。死んで無だったら、死んで無だったらば、ですね。死んで無だったら、あれです。生きる希望がないんです。熱く祈ると涙が出るようになりました。イエス様を愛しています。熱く祈ると涙が出るようになりました。イエス様を愛しています。アメン。素晴らしい。そういうわけで、私たちは、もう死が怖くないんですね。死が怖くない。拷問されても迫害されても、私たちは、神様が、ね、神様がいます。神様がいるということは、死んでも復活して天国に行くということですね。これが信仰です。これが信仰です。ね、これが信仰です。ぜひ皆さん、まだ、人生に喜びがない人、希望のない人、死んだ後、ね、死んだ後が怖いと思っている人は、ぜひ、イエス・キリストを信じて、イエス様を信じ抜くことが大切です。アメン。そうなんです。信じ抜くことが大事なんです。今信じてても、ね、後でもう信じることをやめちゃったらば、天国に行けないのです。私たちは信じ続けて、最後の最後まで信じる。最後の最後まで信じる。それがとても大事なんですね。はい。それではですね、招きをしましょう。ね。今日死んだ人の読みが何人ぐらいいたかな ?5、6人以上いたかな ?5、6人以上いましたけど、死んだ人が、生き返った。ね。死んだら拷問を受けてたって人が多かったね。怖かったとか、辛かったとか言ってましたね。皆さん、裁きに合わず愛し合いましょう。神様の愛を表しましょう。あのように死んで拷問に会いたくない。あのように閉じ込められたくない。ね。あのような恐怖の世界に行きたくない。イエス様を賛美します。そのように、あの証言を見てですね、天国に行きたくなった。イエス様を信じて、天国に行きたくなった人、アメンと言ってください。アメン。天国に行きたくなった人、アメン。アメン。アメン。第三小太郎さん、アメン。第四さん、アメン。リテルさん、リウさん、アメン。アメン。
この中が燃えています。油注ぎで、油注ぎで心の中が燃えてます。心の中が燃えています。生き返った方の証で、生き返ったことの証で、イエス様の おっしゃったことの証言です。確かに人間は死んで本当に、信仰がなければとんでもないところに行っちゃう、とんでもないところに行っちゃうんだ、拷問に遭っちゃうんだね、ですから皆さん、死ぬ前に救われましょう、死んだらもうおしまいです。まあ、死んでも小島さんが蘇らせてくれたら別ですけど、小島さんが今いなければね、蘇りませんから、もう生きてる間に、救われましょう。はい、お祈りします。天のお父様、たくさんの方の証言で、死んだら本当に怖いんだ、拷問に遭うんだ、苦しみに遭うんだ、閉じ込められてしまうんだ、とんでもない重労働をさせられるんだ、そのような、証言がありました。本当に聖書の言ってる通りです。聖書の言ってる通りです、イエス様はそのことを警告して、私を信じなさい、私を信じる者は罪が許され、地獄に行かない、地獄に行かない、そのようにイエス様はおっしゃいました。本当にそれが現実なんだ。イエス様のおっしゃってることが真実で現実なんだ。多くの人がなかなか信じようとしません。このようにたくさんの証言があったとしても、たくさんの証人がいても、多くの人は信じようとしません。どうぞ彼らが信じれるように、心を柔らかくしてください。柔軟な心、そして本当に、霊的な感覚を持つことができるように、どうぞ素直な心与えてください。アメンと言った方々が救われますように。アメンとイエス・キリストを信じた方々が救われますように。どうぞイエス様、彼らを救ってください。彼らを救ってください。そして、この生きてる間にイエス様の弟子として神様の働きをしますように、一緒に、伝道する働きができますように。虚しい愚かな生き方ではなく、意味のない役に立たない生き方ではなくて、価値のある、尊い仕事、神様の仕事、人を救う仕事を多くの人がしたいという気持ちを与えてください。感謝します。イエス様、たくさんの方が蘇ったことを感謝します。どうぞ、日本でも、霊的にたくさんの人が蘇りますように。イエス・キリストを信じて霊的に多くの人が生き返りますように。イエス様、日本に復活の油注ぎをください。復活の油注ぎをください。日本にリバイバルで与えられる復活の油注ぎをください。復活の油注ぎをください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。神様の仕事をします。アメン。素晴らしい。油注ぎで日本が生き返ります。油注ぎで日本が生き返ります。アメン、アメン。皆さん期待しましょう、期待しましょう、ね、神様が働いておられます。今日本は変わろうとしています。油注ぎで日本が良くなります。まだしばらく、苦しいかもしれません。まだしばらく忍耐しなければいけないかもしれません。しかし、待ち望みましょう。すぐ来ると信じましょう。ハレルヤ。主に拍手します。主に拍手します。主に拍手します。もうすぐ、ね、日本に驚くべきことが起こると信じます。驚くべきことが起こると信じます。神様がもう働いております。ムカデが出た。ムカデは逃げていきます。立ち向かいましょう。ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン、アメン、アメン。